はい、今回ですね、チャット GPT 使用禁止が解除されました。イタリア政府の AI プライバシーについてお話しします。こんにちは、こんばんは、カーゴンです。僕の経歴こちらです。はい、このチャンネルではマーケティングや IT 技術を活用して自分のビジネスを進める方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスを加速するための有益な情報をお届けします。ということで、今回はですね、先月の末ですかね、イタリアの政府がチャット GPT 禁止ってやったんですけど、とうとう解除になったっていうことで、その背景についてちょっとお話しようかなというふうに思います。目次こんな感じです。はい、まずですね、チャット GPT 使用禁止の背景についてお話しします。ですね、まずですね、チャット GPT 自体がですね、イタリア政府の方でデータ、保護法に違反しているっていうことで指摘されたんですよね。で、それともう一つですね、年齢の確認の仕組みがないっていうことで、まあ、子供たちが使う上でね、保護するための年齢確認が厳格化されてないというところで、未成年に不適切なコンテンツに触れるリスクがあるんちゃうか。ということで、先月の末ですね、イタリア政府がチャット GPT を禁止したっていうことなんですよね。で、この内容っていうのはイタリアだけじゃなくて、実は、欧米の方とかでも、いろいろとちょっと言われてるところとかもあってで、タスクフォースみたいなのがちょっと、できちゃったりとかして、まあ、要はチャット GPT 使う上で、プライバシー保護とか、著作権保護とか、で、まあ、個人情報についての取り扱いとかってどうなってんねんっていうことになってで、ね、一番最初に手を打ったのがイタリアだったっていうことだったみたいですね。で、まあ、そのイタリアのね、政府が、データ保護局っていうところがあるみたいですけど、そこが求める改善策を、まあ、オープン AI 社に送ったわけなんですよ。で、それがどういう内容かっていうと、まあ、AI によるその個人データの取り扱いの明確化。だから、まあ、要は個人データ取り扱うんだったらどういうふうにして使ってんのかっていうところを教えろよっていうことですね。っていうところと、で、もし何かあった時の、その、窓口を設置しろと。いうところが2つ目。で、3つ目は、ですね、年齢確認の仕組みですね。やっぱり未成年者が使った時の、その、防御策っていうのがやっぱ必要だろうっていうことで、オープン AI 社に、イタリア政府が言ったみたいなんですね。そうしたら、まあ、オープン AI 社の方ですね、その対応の策っていうのを、まあ、出してきたんです。で、それがこの4つになります。で、まずですね、個人データの種類の明確化っていうことで、まあ、AI が学習する上で、まあ、必要な個人データの種類を明確化しますと。まあ、こういったものを学習してますということを、まあ、オープンにしたっていうことですね。っていうのと、あと利用者に対してですね、どのようなデータが収集されて、で、使用されているのかっていうことを明示します。っていうことで言われたみたいなんですね。で、あとは、年齢認証機能っていうのもちょっとつけて、で、チャット GPT 使用する上でですね、生年月日の記入っていうのが求められるようになって、で、13歳以上でないと利用できないっていう設定になったみたいです。だから、まあ、この辺で子どもの、保護、プライバシーの確保っていうところを目的にして、こういう年齢制限の機能を追加しました。っていうことでアナウンスされてるみたいですね。で、あとは最近ですね、これアップデートして皆さんご存知かなと思うんですけど、チャット履歴とか保存しないっていうね、機能ですね。まあ、これに関しては、まあ、ユーザーのプライバシー保護っていうところもありますし、企業側で使う上で、やっぱり必要な、外には出したくないデータっていうのもあるんで、まあ、その辺を、まあ、履歴を保存しないっていう。で、あとはそのデータ自体をもう使用しないっていう設定がオンオフできるようになったんですね。まあ、この辺はね、本当にね、まあ厳格化してね、まあ、企業として使う上では必要な機能なのかなと思うんで、まあまあまあ、日本人なんか特にね、あまり匿名性が大好きな国ですから、外になんか情報を漏れたくないっていう人が多いですからね、なんかこういうところはまあいいんじゃないかなというふうに思います。で、あとですね、プライバシーポリシーの改定ということで、まあ、個人データの扱いに関するポリシーを改定したりとか、まあ、利用者に分かりやすいように伝えるような形の文面に変えてみたりとか、で、外部が、まあ、データ処理の仕組みとかね、異議、申し立てできるような権利がありますよということもプライバシーポリシーの中になんか盛り込んでみたいですね。
でこれによって、まあ、イタリアのデータ保護局っていうところがですね、まあ改善策をこれを見て、でそれでとうとう、まあ、使用禁止を解除決定したっていうことみたいなんです。はい。でまあイタリア政府がですね、まあ、対応に評価されて、でまあまあまあそれだったらいいよみたいな感じになったらしいんですね。でまあ中の内容ですね、一応まあイタリア政府が、まあ、言ってる内容をオープン AI 社が取り込んで、でそれに対していろいろ改善していったっていうことで、まあ個人データの取り扱いであったり、年齢の制限であったり、まあプライバシーポリシーの改定で、チャット履歴に保存しないっていうところがまあ認められて、じゃあまあ再開しようかっていうことで、つい先日ですかね、解除しますっていうアナウンスが出たっていうことですね。でまあこれに対してですね、オープン AI 社のサム・アルトマンもですね、まあ、チャット GPT がイタリアで再び利用できるようになって嬉しいっていうことでツイートしたっていうこともあるんで、まあまあまあ良かったかなっていうところはありますよね。ただまあこういった背景もあるんですけれども、まあ引き続きですね、まあ EU とか、まあデータ保護委員会っていうところとかが、まあタスクフォースを立ち上げてですね、やっぱりまあ オープン AI 社に関する調査は継続してやられるっていうことで、まあデータ保護に関する議論という方向性も、これでちょっといろいろと出てくるのかなっていうのも思います。で、あとですね、まあちょっとまとめなんですけど、まあこの動きっていうのはヨーロッパとかアメリカだけの内容じゃなくて、だん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 多分日本にも入ってくると思うんですね。で、日本なんかも結構データに関しての取り扱いって厳格なように見えて結構ズルズルで、やっぱり世界各国で一番ウイルスに狙われてる国って日本なんで、まあそういうなんかセキュリティポリシー的な考え方っていうのはちょっと甘いっていうところがあるんですよね。匿名性好きなくせにセキュリティ甘いっていう国って結構少ないと思うんですけど、まあ皆さんもですね、まあこの辺の扱いっていうのは気をつけていただいて、セキュリティの強化とかですね、自分のデータの保護とか、そういうのを考えていただいて取り組んでいただいた方がいいのかなっていうのはちょっと思います。まあ欧米の方とか EU の方とかでも、こういうデータに関する保護というところもなかなかこう進んできてるっていうところの背景を見ても、やっぱりチャット GPT 自体の AI っていうところがものすごく発展してて、ものすごいスピードで浸透していってるっていうことが分かるような裏付けじゃないかなっていうふうに思うネタでした。はいはい、カーゴの方ですね、チャット GPT の勉強会やっております。ご興味ある方 LINE 登録していただければ勉強会の案内をお送りさせていただきます。で LINE 登録した後に、勉強会に興味ありって言ってください。そしたら、勉強会の案内をお送りさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、皆さんのビジネスを応援しております。こんな感じの動画上げていきますので、もしよかったら、チャンネルまた見てください。で私ですね、365日毎日投稿しておりますので、よかったらまた見てください。ありがとうございました。